白瀬信、白瀬信、白瀬信、文久元年6月13日、1861年7月20日、昭和21年、1946年9月4日は、日本の陸軍軍人、南極探検家。最終階級は、陸軍市長兵中尉。要命は、地況。文久元年、1861年、出羽国由利軍金保村。 現在の秋田県三ヶ保し出身、常連寺の住職、白瀬智道、牧江の長男として生まれた。南極探検以後になって出版した辞伝によると、幼年時代の彼は、非常にわんぱくで、狐の尻尾を折る、狼退治、戦国戦を素潜りで潜ろうとして死にかける、百五十人と決闘などを行ったと劣している。八歳、数え年だと九歳の頃に、 平田厚種の皇帝とも言われる医師で、蘭学者、漢学者ともの佐々木切祭の寺子屋に入る。佐々木は寺子屋で、読み書きソロ版や四書五教を教え、その他にも、コロンブスやマゼランの地理探検、そしてジョン・フランクリン隊の遭難、フランクリン遠征などの話を聞かせた。知らせは十一歳の頃に、佐々木より、北極の話を聞き、探検家を志すようになる。 この時佐々木は、白瀬に対し5つの今しめを教えた。白瀬は18歳頃から守るようになり、生涯この今しめを守り続けたとされる。明治年、千年、1877年、母の実家である山形県山形市七日町にある小学校に入学し、明治十二年、1879年3月に卒業する。 同年7月に僧侶となるため上京するが、2ヶ月後に軍人を目指し、日比谷の陸軍共同団、騎兵下に入港。同時に、陽明の地郷という名をノブに改名した。明治14年、1881年に、共同団を卒業、市長兵に転化し、陸軍市長兵補長として、仙台に赴任する。翌年、宇都宮で行われた大演習に騎兵として参加し、 小玉玄太郎と知り合う。明治20年1887年には仙台市二日町の海産問屋の娘、安と結婚、陸軍市長兵総長、下副官と昇進し、明治26年1893年に予備役編入した。明治23年1890年仙台で、 小玉玄太郎と再会し、北極探検の思いを伝えた、白瀬だったが、小玉に、諸性論的空理空論だと断ざれてしまう。しかし小玉はそう断じた上で、北極探検を志すなら、まず、カラフトや千島の探検をするようにと勧めた。小玉の助言に従って、白瀬は、千島探検を志すようになり、明治26年、1893年、 高田露ロハンの兄である、軍司重忠大,大尉が率いる千島探検隊、千島法囲佐尾議会に加わる。探検隊は、千島に到着するまでの間に、暴風雨による遭難で19名の死者を出しながらも、千島列島に到着。捨てごこ担当に9名、バラムシル島に1名の隊員を越冬隊として残し、知らせ、軍事司ら7名は、同年8月31日に、 最終目的地である占い森島に到着、そのまま同島で通した。翌明治27年、1894年の5月、滅のべ島の一人が解決病で死亡、さらに6月に占い森島へ寄港した軍艦、岩木からは、捨てごこ担当の9名のうち4名死亡、5名行方不明、という情報がもたらされる。そして軍事は、軍からの強い要請により、 いわきに乗って帰還することになった。この時、軍事は当初全員を帰還させるつもりであったが、軍事の父である、高田聖延が、千島開発を途切れさせないために自分が占い、森島に残ることを強行に主張。軍事はこれを本意させるため、白瀬に、聖延の,の代わりとして、占い森島へ残留することを要望することになる。白瀬も、最終的に軍事の帰還を承諾したが、 この2年目の越冬は過酷なものとなった。白瀬を含む4人が解決病にかかり、白瀬以外の3人は死亡。解決病にかからなかった2人のうち1人はノイローゼとなり、白瀬も病気による体力の低下から食料の調達が不可能となり、やむなく愛犬を射殺してその肉を食べることで上をしのいだほどであった。白瀬ら,らは明治28年、 1895年8月になって救助されたが、過酷な状況に追い込まれたことと、越冬のため日清戦争に従軍できなかったことへの悔やみから、白瀬は軍事親子を恨むようになり、以後軍事と白瀬の中は極端に悪化する。明治30年、1897年、神戸陸軍市長兵将尉任官。明治33年、1900年、国家事業として、 千島の経営を帝国議会に、西岸10万円の予算が通過したが、交付されないので密漁船で、アラスカに渡り、6ヶ月間を北緯70度で過ごした。明治37年、1904年には、日露戦争勃発のため、同年6月に招集され、第八師団衛生予備省庁となり、10月に出生し、明治38年、1905年1月に、 国交大改戦で右手と胸を負傷、外戦後の同年11月に陸軍市長兵中尉に召喚した。明治42年、1909年、アメリカの探検家、ロバート・ピアリーの北極点等派のニュースを聞き、はためで見ていても痛ましいほど失望、落胆する。そこで北極探検を断念して、目標を南極点へ変更するが、アーネスト・シャクルトンが、 南位88度23分に到達したと知ると、シラセは、意気消沈した。さらに、イギリス政府が、ロバート・スコットが、南極探検に、来年も挑むと発表すると、シラセは即座に競争を決意した。スコットは1910年に、イギリスの王立地理学会から支援を受け、科学調査とともに、南極点到達を目標にしていた。当時は、南極点を目指す。 探検隊が他にいないと思われ、スコットが最初に到達するものと考えられていた。明治43年、1910年、白瀬は南極探検の費用補助を帝国議会に権利、南極探検に要する経費か不正願した。衆議院は満場一致で可決したものの、政府はその成功を危ぶみ3万円の援助を決定するも、補助金を支出せず、 渡航費用14万円は国民の義援金によった。政府の対応は冷淡であったが国民は熱狂的に応援した。船の調達も難航し予算も2万五千円程度だったため残金も十分ではなかった。最終的には千島探検で倹悪の中となっていた軍事に頭を下げ、積載量がわずかに204トンという木造母漁船を買い取り、 中古の蒸気機関を取り付けるなどの改造を施され、東郷平八郎によって、海南丸と命名された。局地での輸送力は29頭の犬だった。同年7月5日、神田で南極体験発表演説会を開催、当日中に南極体験講演会が組織され、漢字に、三宅雪霊、押川正義、桜井熊太郎、村上直郎、本名、都市 雑誌、成功を刊行する、成功雑誌社主管、田中写真、佐々木昌山、会長には、大熊重信が就任した。同年11月29日、海南丸は、芝浦フ島を出港したが、公開中に、ほとんどの犬が、原因不明、後に寄生虫症と判明の死を遂げた。さらに、白瀬と初期長の田田圭一。 船長の野村直吉とタタンとの間に不和が起こる。明治44年、1911年2月8日にニュージーランドのウェリントン港に入港。物資を積み込んで2月11日に南極に向けて出港したが、すでに南極では夏が終わろうとしており、氷に阻まれて船が率往生する危険が増したため、5月1日にシドニーへ入港した。 ここで資金調達のためにただと野村が帰国したが、講演会内部では、村上塾郎が会費を使い込んだという疑惑が起きて、内紛が発生。一方、シドニーで滞在していた、本体、野宿で過ごし住民の不安を招いたが、後に、会場でも内紛が発生しており、隊員による知らせの毒殺未遂事件が起きたとさえ言われている。その後、探検用のカラフトを連れて、 シドニーへ戻ったタダを加えた隊は、表面上は和解して再び、南極を目指して11月19日に出港。明治45年、1912年1月16日に南極大陸に上陸し、その地点を海南湾と命名。ちょうどこの翌日に、スコットが南極点に到達した。道地は上陸、探検に不向きであったため、再び海南丸でロスタナ氷。 クジラ湾に向かう。クジラ湾内では南極点発到達から帰還するロワールアムンセンの探検隊を収容するために来航していたフラム号と遭遇、限られた形ながら接触している。その後クジラ湾より再上陸し、1月20日に局地に向け出発した。この時には南極点到達を断念し、南極の学術調査と共に領土を確保することを目的とした。 しかし、探検隊の前進は、困難を極め、二十八日に、キロの食料を考え、南位八十度五分、成百五十六度三十七分の地点一帯を、山戸雪原、山戸雪原、山戸雪原と命名して、隊員全員で、万歳三賞、同地には、南極体験道場者方面棒を埋め、日章旗を掲げて、日本の領土として占領すると戦線による領有を、 宣言した第二次世界大戦の敗戦時に領有主張は放棄。またこの地点は棚氷であり、領有可能な陸地ではないことが後に判明。この領有宣言はシャクルトンに習って行われた。白瀬の突進隊数名は上陸地点付近での気象観測、海南丸はロス湾周辺の調査を行い、付近の湾を大熊湾、海南湾と命名した。 なお、この地は氷上であり、大陸ではない。探検の記録映像、日本南極探検は、東京国立近代美術館、フィルムセンターが所蔵しており、展示室のビデオモニターで、その一部が鑑賞できる。付近一帯を、大和雪原と命名した白世帯は、2月4日に南極を離れ、ウェリントン経由で日本に戻ることとなった。いざ南極を離れようとすると、 海は大荒れとなり、連れてきたカラフト犬21頭を置き去りにせざるを得なくなった、そのうち6頭は生還。このため、参加していたカラフト出身のアイヌの隊員2名、山部康之助と花森新吉は犬を大事にするアイヌの起き手を負ったとして、帰郷後に民族裁判にかけられて、有罪を宣告されたと伝えられる。ウェディントンに戻ると、 知らせ隊の内紛は修復できないほど悪化しており、知らせと彼に同調する者4名は海南丸ではなく客客船で日本に帰ってきた。他の者は海南丸に乗って6月18日に立山に到着し、19日に横浜へ開港、そして20日に出発地である芝浦へ帰還した。約5万人の市民が海南丸の帰還を歓迎し、夜には 総大生を中核とした学生約5000人が超賃行列を行った。帰国後、講演会が資金を有教員食費に充てていたことが分かり、白瀬は4万円、現在の1億5000万円の借金を背負い、単位の給料すら支払えなかった。自宅、家財道具、軍服と軍刀を売却して、店居に次ぐ店居を重ね、実写フィルムを抱えて、娘と共に日本は、 もちろん、台湾、満州、朝鮮半島を講演して回り、20年をかけて渡航の借金の弁済に努めた。南極地域観測隊、第一次隊越冬隊長である、西堀栄三郎は、京都南座で、白瀬の南極講演を聞いて、南極探検を志すに至っている。その時、西堀は白瀬が、南極探検を志した年齢と同じ11歳であった。 南極へ出発する当初、日本国中で小さな漁船で南極へ向かうのは無謀などと散々な罵声や嘲笑があったものの、白瀬ら,ら全員が帰国した際は日本中が歓喜に湧いた。白瀬も皇太子との越点や各地での歓迎式典が開かれたほか、学術的資料としても南極の気象や動植物の記録、ペンギンの胃から出てきた百四十個余りの石の 分類も行われた。昭和11年、1936年には、東京科学博物館、現、国立科学博物館にて、南極の科学展が開かれ、白瀬は、その公演で出席したほか、同12年、1938年には、国から、大熊湾、海南湾命名にを感謝状が手渡された。昭和21年、1946年9月4日、 愛知県西鴨郡衣町、現豊田市の白瀬の次女が曲がりしていた魚料理の仕出し屋の一室で死去。去年85、死因は超閉塞であった。床の間にみかん箱が置かれ、その上にカボチャ二つとナス数個、皮きうど丼一羽が添えられた祭壇を弔問する者は少なかった。近隣住民のほとんどが白瀬の部が住んでいるということを知らなかった。 白瀬の死後、遺族はその休場を見かねた城郭寺の住職が引き取った。くしくも、後に第一次南極観測隊隊長となる長田武氏は白瀬の遺族と同じ城郭寺に疎開していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。